次に池内沙織君池内内、えー、日本共産党の池内沙織ですああのジ,ジャーナリストで、巡合間被害を検察審査会に訴えているしおりさん、私、会見、拝見しました、まっすぐに顔を上げて、被害者らしく弱い存在でいなければならないという状況に疑問を感じる、隠れていなければならない、恥ずかしいと思わなければならない、そういう状態に、 ととてても疑問を感じたた述べいいらっしゃいましゃま私は本当に被害者というのは全く悪くないというふうに思います。自分の体は自分のもので、意に反する性的接触で、自分の境界を侵害されていいはずがありません。性暴力は許されない。被害者を守る社会に変えるために、今回の刑法改正が力とならなければならないというふうに思います。本会議で大臣も 被害者のプライバシー保護や、心情への配慮を徹底するなど含めて、被害が潜在化しないように取り組みを進めると、このようにご答弁されて、被害案数を減らし、申告を増やすことの重要性を答弁されました。非申告罪化は重要な改正だと思います。一方で、被害当事者の小林美香氏が、プライバシーや生活が守られる仕組みや、安全が完全に確保される必要があると。 このように発言されているように、非申告罪化に伴う被害者のプライバシー保護の徹底がますます必要になっていると思います。改正によって新たな措置というのは講じられるんでしょうか。法務省林刑事局長あの委員ご指摘のとおり、この非申告罪化に伴いまして、被害者のプライバシー保護というのは非常に重要な。あ こととであると考えておりますあの,このお被害者のプライバシー保護といいますのは、これまでにもこの性犯罪被害者に限ったものではない,けれどないわけでございますが、刑事手続きにおける被害者のプライバシー、あるいは名誉、こういったものを保護するための方策、あるいはその負担を軽減する方策として、制度として、次のようなものがございます、公開法廷における被害者特定事項の秘匿。 あるいはその証拠開示の際の証人等の安全についての配慮、および被害者特定事項の秘匿、また証人尋問の際の付き添い、および遮蔽、およびビデオリンク方式による証人尋問、こういった制度がこれまで作られてきたわけでございます、さらには、これは運用としてでございますけれども、性犯罪等の被害者特定事項について、起訴状における記載方法の配慮、 これはあの運用の中でこういった配慮を行っておるわけでございます、また、証拠開示におけるマスキングということも行っております、まあ、こういったあのこれまでにも構築されてきた制度、あるいは運用というものを、今後ともその性犯罪の非申告罪に伴いまして、さらに拡充、あの徹底して行うということが求められていると考えております池内沙織君あの。つまりは新しい措置はないということだと思います。で大きなな負担となっているのは 捜査、裁判というこの刑事手続きの中で、またマスコミやネットに情報が流れることで、二次被害、セカンドレイプを受けることです。警察や検察、加害者側弁護士がしばしば被害者に、あなたにも隙があったんじゃないか、嘘をついてるんじゃないか、あなたも楽しんだんでしょうと、こんなことを聞いている、これが実態であって、被害者はこうした事実を恐れています。 事件とは関係のない性経験を詳細に聴取され、プライバシーが侵害されている、この実態、大臣ご存じでしょうか、これが被害申告をためらう大きな要因になっている、大臣にはそうした認識、ありますか金田法務大臣。<laughs> えー、池内にお答えをいたししまます、えー、性犯罪の被害者にとりましては えー、その被害状況に関する聴取を受けるということは、精神的負担が大きいものであることは申し上げるまでもないと、このように受け止めております。えー、検察当局においては、被害者の方の聴取に際しましては、その名誉、そしてプライバシー、そして心身の状況といった点に十分配慮しているものと、象徴しているわけでございまして、事件とは何ら関係のない、 警経験権を詳細に聴取するような実態があるとは、私は受け止めておりません。毎日そのように受け止められているとすれば、被害申告をためらう要因となりかねないことはご指摘のとおりであります。そして検察当局においては、引き続き、被害者の心情等に配慮をした捜査、公判活動に努めるように、努めるとともに、現在取り組んでいる被害者の 思いに沿いながら、被害者保護の施策について広く周知をするように努めていくものとね考えておるところであります池内沙織君。あると受け止めてないと、ちょっとこれはあのぜひ現場の事実上を大臣にはあの知っていただきたいというふうに、私は改めて思います。で2013年7月鹿児島地裁裁の巡行の強制起訴事件において裁判長が 被害者これ、当時未成年の女性ですけれども、判決に向けて被害者の人となりを知るためだ、このように言って、生体験に関する質問を行い、指定弁護人から異議が出されるという事態が起きました、で裁判長自身が未成年者、この被害者のプライバシーを晒すかのような、これ、恥ずかしめを与えているではないかと思うんですよね、でこうしたことは、この事件に限ったことではありません。 こうした事実、出来事を防ぐための一つの手段がレイプシールド法、アメリカの州、そしてその他の国々のレイプシールド法について説明を願います法務省、林刑事局長、はいあの。いわゆるレイプシールド法といいますのは、被害者の性的経験や傾向。 に関する証拠を裁判に検出することを原則として禁止するこういった内容をとする外国の法制度でございますあの当局によってすべて網羅的に把握できておりませんが例えばアメリカあの米国の連邦証拠規則におきましては、えー、被害者が他の性的な行為に関わっていたことを立証するための証拠また被害者の性的傾向を立証するための証拠については あの一定の場合を除きまして、性犯罪に関する刑事訴訟で立証に用いることは許容されない、こういった内容、規定になっているものと承知しております池内沙織君、はいあの。諸外国でも被害者の過去の性的な経験、被害者の人格や供述の信頼を落としめ、加害者の原型のためにこう利用されてきたという事実があって、で事件とは無関係な 被害女性の性行動の情報を証拠採用できなくするというふうにすることで、プライバシーを保護し、裁判官に偏見を持たせる証拠、これを避けることができると。で、アメリカでは、今お答えあったように、被害者の性的経歴についての無関係な証拠の採用を禁じているし、オーストラリアにもこのような法律あるし、でインドも、インドですよ、インドも2003年に改正をしています。我が国でも、こうした仕組みがあれば、 被害者はもっと訴え出ることができるようになるんじゃないでしょうか、大先ほど、法務省、刑事局長のほからご紹介ました、レイブシールド法についてでございますけれども。まあ、あのー 我が国においてはこれ、当然まだこれを採用しているわけではございません。まあ、その理由としてですけれども、まあ、憲法で保障されている被告人の反対尋問権の制約にならないかどうかであったりです、ね、また、現行法ではです、ねまあ、刑事訴訟法の規定によって、まあ、事件の関係のない被害者の性的な経験や傾向に関する尋問等については、まあ、裁判長の適切な訴訟式によって、まあ、制限することがまあ可能で、そのように予定されているというふうに我々は考えております。したがいまして 現時点においてレイプシールド法についてはですね、その要否を含めて、まあ慎重な検討を要するのではないかというふうに考えております。池内さおり君。もう一日も早く、日本にも導入すべきだということを強く求めたいと思います。で、案数を減らすというために、このレイプシールドというのは不可欠だと私は思います。現にアメリカでは、この法の下で被害者に敬意を払った対応というのが進んで。 被害者が通報をするようになりました刑法改正だけでは、被害者は訴え出ることなんてできません、本来ならば、刑法改正を諮問する際に、同時に諮問すべきだった課題だと思う、早急に、これ、本当に求めたいと思います。捜査や後半のこうした過程で、性的偏見によって被害者のプライバシーが侵害をされている。 ジェンダーバイアスについてお聞きしますけれども、文化的、社会的に醸成された当たり前のこととして、需要されている性差別に基づくこれ、偏見のことです。性犯罪の捜査、司法におけるジェンダーバイアス、理解されているんでしょうか。今日お配りの配布資料をご覧いただきたいんですけれども、この資料は、ゴルフ練習場経営者で指導も行っている60代の男性が、教え子の当時18歳の高校生だった女性への、 準姦罪に問われた事件です。最高裁まで争って、昨年無罪となり、けれども民事訴訟で女性に損害賠償が認められました。この事件は、性犯罪として初めて検察審査会による強制起訴が行われたものです。検察官は嫌疑不十分として不起訴の判断をしました。検察審査会が2度の議決を行いました。2度目の議決では下線部では部すけれども 犯行は計画的であった。被疑者は度胸をつけるためだと、言葉巧みに申し立て人をゴルフの指導を口実にホテルへ連れ込み、申し立て人が抵抗できないように部屋を施錠して密室状態を作り出し、ゴルフの弱点を指摘するなど30分間説教をしており、申し立て人のおとなしく従順な性格を利用して、心理的、精神的、被疑者からの、えー 会員行為を受け入れざるを得ない状況に追い込んで、被疑者は申立人を公挙不能の状態に陥れたと、十分に被疑者の故意を認定できるというふうに議決しました、そして、被疑者が成功の承諾はなかったか、嫌がっているとも思わなかったとしていることに対し、申立人の供述の信用性を認めて、寄訴相当という、この議決をした。 これが流れです。でこれに対して、高裁の判決は驚くべきもので、被害者の皇居不能を認めながら、加害者が弱者の心情を理解する能力や共感性に乏しい無神経な人物で、被害者の強い抵抗がないことを消極的な同意と受け止めた可能性が否定できない。そのため、被害女性が皇居不能状態にあったことを認識して、 これに乗じて成功したとまでは認められないと、無罪判決が下されました。最高裁では上告棄却ということになりました。けれども、こんな事案、フランスの刑法であれば、課長強姦に当たる、そういう事例です。検察審査会の市民感覚と、起訴をしなかった検察官、無罪判決を下した裁判官に、著しい認識の乖離があるように思えます。 つまり深刻なジェンダーバイアスがあるのではないか、これ、最高裁と検事局長にお聞きします最高裁判所、平木刑事局長。 一般論として申し上げますと各裁判官は一件一件証拠に基づいて適切に判断しているものと承知しておりますもっとも裁判所といたしましても被害に遭ったときの被害者の心理状態等をよく理解し適切に事実認定を行うことは重要であると考えておりますそこで司法研修所では刑事事件を担当する裁判官を対象とした研究会において 性犯罪の被害者の支援に長年携わっている大学教授を講師としてお招きして被害時の被害者の心理状態やその後の精神状態等について理解を深める講演を行っていただくなど被害者への配慮に関する研修を行っております裁判所といたしましてはこのような研究会を通じて被害者の心理状態等の理解に努めてまいりたいと考えております 法務省林刑事局長あのご指摘の事案において、検察官の判断、それから検察審査会の判断が分かれたわけでございますが、あの検察当局におきましては、この個別具体的な事案に即しまして、この法と証拠に基づいて事件を処理したものでございます、すなわち特にその証拠の評価というのものについて、えー、この意見が分かれたわけでございますけれども、 これがその検察官にそのジェンダーバイアス、性差に基づく偏見があり、それに基づいてこのような評価が分かれたというふうには認識しておりません、いずれにいたしましても、この個人がその性別に関わりなく、その尊厳を重んぜられて、その人権が尊重されるべきことは言うまでもありませんので、検察当局においては、今後ともその引き続きそれを前提といたしまして、法と証拠に基づいて捜査公判活動には当たっていくものと承知しております。 清一君あの加害者が無神経だったことが理由に、無罪にされる、こんな犯罪がほかにあるでしょうか、こういう価値判断をしてしまうところに、歴史的に社会的に醸成されてきた性差別意識があるのではないか、これを問うたのでありまして、あのきちんと答弁いただきたかったというふうに思います。 本当に嫌ならもっと激しく抵抗したはず、逃げられたのになぜそうしなかったのか、こういう強姦神話が、被害者のリアリティからかけ離れて、抵抗が弱いから同意していたとされている。しかし、トラウマ研究の進展で、突然の性暴力という異常な体験に対して、被害者がフリーズ反応を引き起こしたり、衝撃が強くて感情が麻痺をして、次の日も、事件の次の日も、 平気で仕事に行っていたというふうに返されてしまう、そのように外形上は見えてしまう、そういうことも往々にしてあるということが明らかになっている、裁判官は、強姦神話にとらわれていないんでしょうか、被害者の行動、トラウマ被害を十分に認識しているのでしょうか最高裁判所、平木刑事局長。 先ほども申し上げましたとおり、裁判所といたしましても、被害に遭ったときの被害者の心理状態をよく理解して、適切に事実認定を行うことは重要であると考えておりまして、先ほど申し上げましたような研究会を通じるなどして、被害者の心理状態などの理解に引き続き努めてまいりたいと考えておりまい君裁判官が個人的な経験則や、また思い込みによって、価値判断を下す。 ようななこことととがあったら本当に大変なことだと思います裁判員制度の導入のあと、性犯罪の量刑というのは、特に強姦致傷罪では若干重い方へとシフトをしています。この点で、裁判員に性犯罪を裁かせることは危険ではないかと、職業裁判官が危惧をしていましたけれども、むしろ真の危険は、性犯罪の違法性、保護法益被害の実態が正確に理解されず、 経験則もジェンダーバイアスや時代遅れの強姦神話に基づいており、罰せられるべき加害者が無罪や不当に軽い刑に処され、逆に被害者は二次被害、セカンドレイプや PTSD に苦しんできた日本の刑事裁判そのものに潜んでいたのではないかと強調したいと、島岡真奈大阪大学教授が厳しく批判をしています私はこのこのととを肝にに銘じるべきだというふうに思うんです。 合管罪の基礎率の低下が著しい。一九八八年の七十二点。三パーセントから徐々に低下をして、合管罪の加減が二年以上から三年以上に引き上げられ。これが二千四年でしたけれども、この二千四年を経て、二千五年からは低下の一途をたどっています。一昨年は三十五点、三パーセントに半減をしました。権利不十分による不起訴、これが増大しています。不起訴のうち。 権威不十分、4割から5割を占めている、この理由なんでしょうか、内閣府の女性に対する暴力専門調査会では、学識経験者の方がこう言っています、検察は顔見知りの事件を起訴しない傾向があると、この指摘、どうでしょうか。法務省林刑事局長 ご指摘の強姦罪の起訴率、ここ10年ほど低下傾向にあるということは承知しております。ただ、これは刑法犯全体についても同様の傾向が見られております。強姦罪に限って起訴率が低下しているものとは認識しておりません。また、この起訴率でございますが、個別具体の事案に即しての判断、この起訴・不起訴の判断の集積でございますので、 その基礎率の低下について、その原因、あるいは評価を一概に述べることは困難であろうかと思います、その上で、顔見知りの場合と、顔見知りでないものとの判断で、その検察官の評価が違うかどうかということでございますが、あのこの強姦罪について見れば、 すでにその検挙件数のうち、半分とあの顔見知りのものによる犯行、あるいは顔見知りないものの犯行は、これはほぼ半々でございます、あの捜査の実務、捜査後半の実務におきましては、この被疑者となっているものについては、半分が顔見知り、半分が顔見知りないという、そういったあの件数になっておりまして、こういった状況の下で、検察官が顔見知りの場合には、どのような あの起訴する傾向があるか、あるいは顔見知りでない場合にどのような起訴するのかということについては、全くその判断の中で、えー、その傾向はないものと考えております池内沙織君。今、強姦罪の起訴率が低下されてしているということはお認めになっている、で、他のも起訴率下がっているって言ったんですけど、でも、強盗の起訴率っていうのはおおむね6割から7割で推移してますよ。 で殺人罪だって実質5割程度、強姦罪は格段に、これ、他とはもう比べられないぐらいに低下し,しているということは、私は言っておきたいし、また半分半分だとおっしゃったけれども、暗数がものすごく多いということを考えれば、本来であれば、もっと性犯罪として、ちゃんと処罰しなきゃいけないものが隠れているということは私は指摘したいというふうに思います。で2008年6月のの大阪地裁強姦罪罪無罪判決は、 24歳の被告,被告が出会って2日目の14歳の少女を監禁した事件ですけれども、被害少女が性交に同意していなかったことを認めながらも、加えられた暴行の程度に関し、被告人が被害少女の足を開く行為、および被害少女に覆いかぶさる行為が犯行を著しく困難にする程度の有権力の行使であるとは認めがたいというふうにしました。結局叫ぶほどの拒絶 本気で抵抗するべきものという裁判官のこの強姦神話女性に対する厳格な低層維持を、この義務を求めているとしか思えない判決じゃないかと思います。起訴した検察は、こうした無罪判決が出ると、負けてしまうんだったら、起訴しないという方向に流れるんじゃないですか法務省、林刑事局長。 検察官といたしましては、その法と証拠に基づきまして、その場合にその検察官として起訴するかどうかについては、検察的確な証拠によって有罪判決が得られる高度の見込みがある場合に限って構想提起するという運用が行われてきております。ここのののの点ににつきまししててはは性犯罪罪罪あるいいととかいうものの罪名にかかうも名わらず全体として その検察官の処理といたしましては、そのように行っているということでございます池内沙織君。これだけ不起訴が増えています、その理由が何なのか、暴行脅迫要件の立証が困難なのか、行為の認定、これが困難なのか、顔見知り、看護者以外からの親族からの被害がどの程度かなど、さまざま要因あると思うんですよね。で法務省自身がなぜ ここまで不起訴増えているのか、検証してほしいし、検証していただきたいし、研究者などがその内容をトレースできるように、情報も提供すべきだと、私は思います。この点も強く検討を求めたいというふうに思います。次に、内閣府の調査では、性暴力事件の7割から8割程度が顔見知りの加害者によって行われている。このことが明らかになっています。これは 民間団体の相談現場での実感や諸外国の傾向とも重なるものです、顔見知りの間でこそ、暴行脅迫を立証しにくい、被害が潜在化している、権威不十分の不起訴,不起訴というのがこれだけ増えているというのは、私は何度も繰り返してますけれども、ますます潜在化していくのではないか、積極的に起訴をすべきじゃないでしょうか。 法務省林刑事局長あの先ほど申し上げましたが、その被疑者と被害者が顔見知りであるか否かによって、その被害者の例えば信用,の信用性を判断していると、そういったことはございません、やはり個別の具体的な事案に即して、関係証拠の中で起訴すべき事件は適切に起訴しているものと承知しております。 日内沙織君あの必ずしも顔見知りの間だと、暴行脅迫というのは必要ない場合がやっぱり多いわけですよね、必ずしも必要ではない、そうすると、この暴行脅迫要件というのが、被害者にとってはどう働くかといえば、やっぱり被害の選別化に働いているのではないかと、自らの被害を立証するときに、ものすごく大きなハードルになっていると。 性行為の同意の有無こそ、構成要件にすべきじゃないですか林刑事局長この、まあ、同意の有無そのものを直接の構成要件にした場合、これについては、同意というものの立証というのは非常に困難なものがございます。そういったことによりまして その同意の有無を直接、構成要件にした場合に、かえってその立証がのハードルが高くなるといったことはあり得ることと考えます、あのいずれにしましてもそのた、さらにはその立証のみならず同意、同意の有無で構成要件を考えた場合に、どの場合に犯罪が成立するかということになりますと。 まあ、あの交際関係のある、例えばその男女の場合に、そのどのような場合にその犯罪が成立し、どの場合に犯罪が成立しないかということについては、当事者にとりましてもなかなか予測が困難、可能性が低くなるという、こういった問題もございます、そういったことから同意の有無そのものを構成要件とするということ、すなわち、例えば暴行・脅迫という構成要件を 撤廃して、構成要件の中には同意があるかないか、同意がない場合の成功を犯罪とすると、行為に定めた場合には、その立証の点におきましてもそうですが、あの当事者における犯罪成立の予測可能性というものもあのかなり低くなってしまう、そういった問題があろうかと思います,す池内沙織君あの。現実に被害者がどれだけ抵抗したかっていうことが常に問題にされる。 でも被害者からすれば、嫌なものは嫌だし、つまり no means no と、世界の女性たちが声を上げているように、嫌なものは嫌なんですよ、立証が難しいとおっしゃった、でしたら、なぜ同意があると思ってしまったのか、加害者の側に巨匠責任を負わせるべきじゃないですか林刑事局長。 はい、あのもちろんその、仮にその加害者側の側にその同意があったものの許証責任を負わせるという形ですれば、立証は非常に容易なものとなると思います、しかしながら、それはあの刑事訴訟におきましては、原則としてすべて検察官が許証責任を負うというのが大原則でございまして、その部分について、その許証責任を転換するということについては、あのかなりそれは、 あの刑事訴訟法の基本構造との関係で、えー、問題が大きいものと考えます,す池内沙織君刑事訴訟法の基本構造で、個人の人権が虐げられるというのはおかしいと思います、性犯罪のときにやり方を変えるということはいくらでもできるんじゃないかと今、今おっしゃいましたよね、立証責任を加害者に負わせれば、それは許証責任を負わせれば、立証はだいぶやりやすくなると、容易になると、だったらやってくださいと。 被害者の個人の人権を守ってくださいよということを私は言いたい,い,たいと思うし、で、実は今、私、これ、なんだかとっぴなことを言っているとお感じになるかもしれないけれども、世界ではこのような法改正が進んでいるということなんです、欧米諸国では30年から40年前から刑法を改正してきて、韓国もそうですね。 で我が国が参,与参考にしてきたドイツでも、昨年の改正で、被害者の明示した意思に反すれば、暴行脅迫は不要と、このように改正をしました、そのほかにも、加害者と被害者の年齢差や社会的地位、親族からの被害や教師と教え子、地位や関係性を利用した類型を処罰するという、法改正が何度も重ねられています。レイプシールド法と合わせて、被害者が身の安全を確保する。 訴えやすい状況を社会として増やしてきているわけです、こうした刑法や刑事司法の手続きの改革が、女性が積極的に被害を訴えられるように変化をもたらしている、法務総合研究所の研究が指摘しているフランスの事例、読み上げてください。法務省高島大臣官官房審議官お願いします ご指摘の箇所は、法務総合研究所研究部報告38の 16, 行16ページ目、下から5行目から17ページ目、3行までの8行ということで、よろしいかと思いますが、読み上げます、フランスにおける性犯罪の発生件数は増加傾向にあるが、この背景には性犯罪を警察に届けやすい環境の整備。 例えば、記述の性犯罪に関する、控訴権の消滅事項に関する法改正等、および国民、特に女性の権利意識の変化があるようである、すなわち、以前は性犯罪の被害、特に家庭内や親族間で起きた強姦事件等については、被害者である女性が警察に被害届を出さない傾向が見られたが、20年ほど前から女性の人権意識、 事故の権利は誰にも侵されることのない絶対的で崇高な性質のものであるとの意識、書ことの公用とともに、自ら警察への被害届や通報をためらわずに行うなど、女性の性犯罪の被害に関する意識が徐々に変化しており、これが統計的に性犯罪の増加をもたらした大きな要因の一つであると考えられている以上でございます池内沙織君。声をを上げやすすい案数を減らすと こういう努力があれば、女性たちはエンパワーメントされて、自分の被害を被害として認識をし、立ち上がることができる、ぜひこの方向での改正をさらに求めていきたいと思います。で次にあの、構成要件についてお聞きします。改正177条は、後遺者および被害者の性別を問わないとした点、ジェンダー中立化が図られて評価ができる。 本当に大事なことだというふうに思いますしかしあくまでも男性器の挿入行為に限定をされ強制性交と強制売説では法定刑が全く違っています性的侵入に対する重大性の認識が極めて浅いのではないかと思います性的侵入を男性器に限って重く処罰する国というのは一般的なんでしょうか法務省林刑事局長 あの諸外国の制度、網羅的に把握はしておりませんけれども、当局が把握している限りでは、強姦罪の対象行為を男性器の挿入に限定して、男性器以外の例えば異物挿入に関する罪について、これとは別に軽い法定刑を定めている国、あるいは州としてましては、アメリカにおけるニューヨーク州、それから大韓民国があるものと承知しております。 池内沙織君つまり世界的に見て、男性器に限っている国は本当に少数派です、しかもですね韓国,とは韓国では男性器と異物を分けているけれども、法定刑の上限は30年以下で一緒です、イギリスでは性的侵入は何でも、別に男性器であろうが、指であろうが異物であろうが何でも上限は終身刑となっています。しかしか日本ではは男性以外のの挿入というのは 強制わいせつ罪になって、強姦罪とは大きな法定刑の差がある。こうした状況について、刑法学者からは、男性器の女性器への挿入行為を特別に扱い、それ以外と区別する発想は、家父調整制度での下で、男系の決闘の維持を目的とした従前の強姦法の考え方を引きずったものと、このように批判をされています。こうした批判をどう受け止めますか。被害者からすれば とりわけ子どもにとっては、異物挿入であっても、極めてこれ、深刻な事態じゃないでしょうか林刑事局長。そのまあ、ご指摘はその、例えば、その膣や肛門等への異物等の挿入について、強制わいせつ罪よりも重いけれども、強姦罪よりは軽い犯罪、まあ、こういったものを処罰類型として作ってはいかがか。 まあそういったものをさしないのはその断器挿入ということについて、えー、今、委員がご指摘のような考え方に立っているのではないかというご質問だと思いますけれども、えー、この異物やあちを膣や肛門等に入れる行為につきましては、この異物にもさまざまなものがございます、えー、この類型的に強制わいせつよりも重く処罰する異物の範囲と、これを定めることは困難であると考えます。 また、異物の挿入はその異物の正常や行為対応に応じて、その法定刑の上限が懲役10年であるところの強制わいせつの枠内で事案の実態に即した対象をすることが可能であります、まあ、そのようなことから、異物の挿入行為といものにつきましては、強制わいせつ罪よりも重い犯罪を設けて処罰することは、公開していないということでございます。 他方でその異物の挿入が、その強姦罪、今回でいう強制性交等罪、これと同質の、すべてがその同質の討伐性があるかと言われましたら、そうではないと考えておりますので、今回、そういった考え方から、このような異物挿入についての特別の類型を処罰とすることにしなかったものでございまして、はい、断石挿入というものにこだわっていると、そういうものではございません。 池内沙織君被害者のリアリティからはかけ離れた答弁だったと思います、でその認識自体が、もう世界からはものすごく遅れてるっていう、ぜひ自覚を持っていただきたいと思うところですで、今回の法改正ではもうまだまだ足りないと、構成要件をもっと強化して改正すべきだと思います、子どもを保護するという観点で、極めて不十分です、今回、看護者わいせつおよび看護者成功等罪、 新設されますが、この規定だけでは、先ほどの鹿児島のようなスポーツ指導者と教え子、こうしたケースは救えないということになります。欧米諸国では、子どもへの性被害は過剰する、これが当たり前です。今回の改正は、新しく新設された罪ありますけれども、法定刑見れば、そのようにはなっていません。成人するまでの控訴事項の停止、撤廃も盛り込まれていない。 いわゆる性交同意年齢についても、一般的に日本人よりも未成年者の成熟度が早いと言われている欧米諸国でも、15歳、16歳が通常で、つまりそれだけ子どもを性的被害から国家として保護をしていると、明治時代の13歳にとどめ置いていいんでしょうか、我が国の子どもは欧米諸国、韓国などと比べて格段に性暴力、性犯罪からの保護のレベルが低いと、大臣、思いませんか。 山法務大臣今回の法案というのは、われわれとしては児童に対する性犯罪への厳正な対処という視点での改正というふうに捉えることができるのではないかと考えております。法制審議会の刑事法部会におきましても、年少の児童に対して、航空成功をしたとの事案が多くあるとの指摘があるところ、 航空性交につきまして、これまでは強制わいせつ罪で対処するほかはなかったわけでありますが、今回の法案により、強制性交罪等として重く処罰することが可能となっております。また、家庭内における児童に対する性犯罪は、新設された看護者性交等罪によって、より事案の実態に即した処罰が可能になると考えております。さらに、家庭内の性的虐待事案では、 親からの告訴が得られにくい事案もあると承知しているところ、今回の法案により、性犯罪が非申告罪になることから、この主事案について、告訴がなくとも早期に警察等が介入することが可能となると考えております。また、教師やスポーツのコーチ、こういったことにつきましても、まあ、先ほどもご答弁したところでありますが、事案に応じて準強制わいせつ罪、準強制性交等罪、 児童福祉法違反が成立することとなりますので、この点においても児童の保護という点については、われわれも考慮したつもりでございます池内沙織君。今、ご答弁されたような事実、それを認識されたということは、とても大事だと思うんですけど、でももっと幅広く視野を持っていただいて、性暴力を限りなく、限りなくすべての性暴力を許さないと、きちんと性犯罪として取り締まるのだという。 こうした構えで子どもたちを守っていきたいし、その点ではやっぱり不十分だと言わないといけないと思います。で、今や世界では、もう法律政策など、あらゆる領域とレベル、社会の隅々において、ジェンダー平等を目指す、ジェンダー主流化、この潮流が当たり前になっています。私、今日ずっと明らかにしてきたように、検察官も裁判官も、今約8割が男性で、男性中心のものの考え方、 ものの見方、これが社会規範として浸透しています、そしてその浸透してしまったジェンダーバイアス、とらわれた目で見ていると、何が不正義かが分からなくなります、気づきにくい、自分の中に内面化されているこのジェンダーを自覚して、そしてこのジェンダーバイアスを取り除いていくという訓練は、まあ、一朝一夕ではできないと、私は本当にこれはやらなきゃいけない課題だし、男女平等というのが単なる付け足しじゃないんだったら、この、 改革こそ必要だというふうに感じています刑事司法におけるジェンダーバイアスをなくすための教育1980年代からアメリカをはじめ諸外国ですでに行われていますこういう事例を参考にジェンダー教育を強化していくというのはいかがでしょうか裁判所とそして刑事局長最高裁判所堀田人事局長 お答え申し上げます司法研修所におきましては、精査に関する問題について、裁判官が理解を深めるということの必要性を理解しておりまして、そういった理解のもとに、これまでも裁判官に対しまして、性犯罪、DV、 セクシャルハラスメント、女子差別撤廃条約等に関する研修を実施してきたところでございまして、今後,今後も研修の必要性を踏まえました上えで、適切に研修を実施してまいりたいと考えているところでございます。法務省林刑事局長検察官の研修につきましては 必ずしもそのジェンダー教育という位置づけをしているものではございませんけれども、性犯罪被害者等の立場を踏まえた捜査公判のあり方、こういった教育、及び男女共同参画に対する理解を含まれるための教育、このようなものを実施しているところでございます池内沙織君。どどちらもも今お答えいいいたたただだてて裁判官のの研修のこの資料をいただきましたけどこれこ見ても 性暴力に特化したもの、またジェンダーに特化したものもありません、で検察の方は、過去7年間振り返っていただきましたけれども、性犯罪被害の心理に配慮した取り調べ、こ,ういうこの研修がわずか2時間30分、489時間の間に行われただけと、やっぱりこれは、これではあの被害者は真の意味で救われないというふうに思うんですよね。で今回のの刑法の改正本当に第一歩 今後、検討を進めるにあたっては、私は検討会や法制審議会の委員の人選が非常に重要だと思います。ジェンダー法学専門の有識者を多数選任するように求めます法務省、小山司法法制部長。お答えを申し上げます。法制審議会についてのお尋ねでございますので、法制審議会は民事法系軸法、その他保護に関する基本的な軸を調査審議することなどを目的とするものでございまして、 このような性格から法制審議会の調査審議に当たりましては、法律専門的な調査検討のほか、経済社会の急激な変化及び複雑化に適切かつ迅速に対応する必要があるものと認識しております。このような観点から法制審議会の委員につきましては、幅広い意見を述べていただくために、公正かつ均衡の取れた公正なりを配慮いたしまして、法律専門家、あるいは一般有識者といった多様な立場の方々を適切,な適切に任命しているものと認識しております。 またこの委員の人選につきましては、総会、部会、いずれにいたしましても、委員、今ご指摘がございましたような、さまざまな観点からご意見をいただいてきたところでございます。今後ともこの委員の人選につきましては、さまざまなご意見を踏まえまして、先ほど述べました法制審議会の設置の趣旨、目的に照らしまして、委員により代表される意見、知識、経験等が、公正かつ均衡の取れた公正になるよう留意し、適切な人選に努めてまいりたいと考えております。 池内沙織君適切かつ迅速にジェンダー主流化を実現していただきたいと思います。で、最後に110年ぶりのこの刑法改正が、国民の意識にどのように反映していくのか、継続的な調査をぜひ行っていただきたいと思いますが、いかがですか金田法務大臣、えー。池内委員のご質問にお答えをいたします。 今回の法改正は、まあ、これまでも何度もお話が出ておりますが、明治40年に現行刑法が制定されて以来、初めて性犯罪の構成要件等を大幅に見直すものであります。今回の法改正を機に、性犯罪は決して許されないものであるとの意識を、社会全体にさらに醸成をするということが重要であると考えております。そうでは私ども法務省としてしましては ホームページへの掲載をはじめとする広報活動のほか、国会でのご審議や記者会見などのさまざまな気会を通じまして、丁寧にご説明をすることにより、ご指摘のように、国民に法改正の内容を浸透させていきたい、このように考えております。現時点では、法改正が国民の意識にどのような影響を与えるのか、その中身がどの程度国民に浸透するのかについてですね、 直接の調査を予定しているものではないわけですけれども、今後とも刑法等の罰則を可能なり自り、時代の要請にかなったものとするために、必要な検討や調査を行ってまいりたいと、このようにも考えておる次第であります池内沙織君、はいあの。時間なので終わりますがえ、今日質問できませんでしたが、加害者更生プログラム、こうした取り組みも本当に重要だというふうに認識しています。 私も性暴力、絶対に許さないと、この日本社会を作るために頑張る決意申し上げまして、質問を終わります。ありがとうございました